マキタの手持ちのベルト3段入りました。開けていきます。ベルトファンダーハンドルベルト、あ、ついてたのか。説明書、本体、水平にしたいときはこっちで、そうそうそう、鉄板こっちは弾力があるから、うん、R とか、まあ仕上げみたいな感じでさ、シュッシュッと、でもこれで、これで取っていって、これで取っていって、これでシュッシュッと、あ、こっちの、ま、丸みとか、こっちの丸み取るときとか、この部分でいいな。ある程度これで大きめに取ってからこれで回すとしよう。これ仕上げる時とかもいいと思います。以上。はい。これ。
強さの調整も前はなかったんじゃないですか。ついてるの？あ、ついてるね。こっちついてたか。ついてないね。電気。なるほど。別に必要ねえな。ここまで。マックス。やっぱりベルト交換するときは、これで押して、外して、外して。もっときれいな。さらなの。この調整が強さの人もしまうけど、このままでいいかな。これが強さの調整です。針の、この針の、あ、ここを回してテンション、でもこれでいいんじゃないかな。これ今100番だから60番なんか変えたらすぐ取れるの。あれだな。これ40番。以上でいいですかね。これも注文したらあるわけなんだよね、うん、これ自体そのまま裏に何つけるの、まあ、これ修理できるんだったら修理してから、うん、もしもったいなのがなかったらこれ外してからさ、うん、裏に何パクできるんじゃないかなと思う、うん、改善する。このサービスに出したらダメなんですか？サービスに出したら高い。ああ、出すより新しいの買った方がいいんじゃないの？だからカーボンブラシちょっと掃除やってみて、この軸のあれの掃除あれと一緒か、裏に楽ですね、うん、でそれでもし中で線が切れてんだったらもうこれ外して、うん、これごと裏に楽つけて、でここをなんとか対応せんときに、うん、対応はそうですね、うんうん、あるかな、ここマキタ結構あると思うんですけどね、昔のやつよ、まあ、いっぺんネットマンで一回やったことあるんだ、うん、注文してそれでやってくれますよね。でここを結構こういうふうに注文する、
なんだよ。